とうとう僕にもモテ期来たで。おーちゃんも協力するじゃん。チョコマロさん、抽選会始まってますよ。みなさんこんにちは、チョコマロです。おーちゃんだじゃん。鬼山と申します。チョコマロさん、今回はどちらに来られてるんですか？今回は滋賀県ブルーメの丘に来てるで。今日はブルーメの丘でダックスフェス2024オータムが開催されるので僕たちも参加しに来たで。今日もたくさんのお友達と会えたらいいですね。こうちゃん、いっぱいお友達作るじゃん。オレオさんは可愛いのでいっぱいお友達できると思いますよ。メイン会場まで遠いな。ちょっとここらで休憩せえへん。みんな今日はよろしゅう頼んませ。こうちゃんも頼むじゃん。チョコマロチャンネル、視聴者さんからお声掛けいただきました。いつも動画見てくれてんの？おおきにおおきに。いつもありがとうだじゃ。あれ、さっきの子名前聞いた？確かマロンさんと、しっかりしてや鬼山くん。はい、堪忍やで。視聴者さんからお声掛けいただきました。王次郎さんです。そして小太郎さんです。吠えます。かわいいな。小太郎くんは多分お話しすることが大好きなんやろな。王次郎くん、ママさんよろしくだじゃ。メイン会場に向かうで。じゃあ、視聴者さんからお声掛けいただきました。ノアさんとモカさんです。ノアちゃん、モカちゃん、おおきにな。いっぱいお店が並んでるな。何を買いましょうかね。おっちゃん、僕のこと読んだ。兄ちゃん、ルルちゃんだじょ。ルルさんからチョコマロさんへ5歳のお誕生日プレゼントをいただきました。ルルちゃんめっちゃ嬉しいで。おおきにな。ほんまありがとう。それとルルちゃんのパパさん、おっちゃん言うてすんません。堪忍してな。優しいパパさんです。そしてルルさんと同時にお声掛けいただいたちゃまめさんです。ちゃまめちゃんもおいで。一緒にルルちゃんと写真撮ろう。チョコマロさん、両手に花じゃないですか。とうとう僕にもモテ期来たで。時代は僕を中心に回ってる。チョコマロさん、あまり調子に乗ってると痛い目に遭いますよ。何か言ったかね、鬼山くん。神様、どうかチョコマロさんに天罰を。ちょっとお店でも覗いてみようか。何かないかな。何か欲しいもあったら兄ちゃんに言うたらええで。 ATM で下ろしてきたし。チョコマロさん、私行きたいお店があるんですが。なんや、遠慮なく言うてや。ワンラブという動物を保護されている団体さんなのですが、今回こちらで出展されているんです。なんや、もっと早う言うてくれたらええのに。そうだじゃ。楽しくお買い物をされているので申し上げにくくて。はい、ワンラブさんに来たで。こちらで商品を購入して、その売り上げを保護されている動物さんに当てられるのです。なんて素晴らしい活動や。僕も協力させてもらおう。おーちゃんも協力するじゃん。チョコマロさん、オレオさん、ありがとうございます。どんな商品がある？ママさん、こちらのストラップをお買い上げ。おーちゃん、そっくりだじゃん。パパさんの大好きな缶バッジがありました。パパさん、こちらの缶バッジをお買い上げ。僕のカートに缶バッジつけて。この
動画の概要欄にワンラブさんのインスタを貼っときます。ぜひご覧ください。よろしくお願いだじょ。視聴者さんからお声掛けいただきました。クリームさんです。クリームくん、声かけてくれておきに。クリームくん、こんにちはだじょ。会えて嬉しいじょ、嬉しいじょ。おりょうさん、よかったですね。視聴者さんからお声掛けいただきました。カイさんです。そしてカイさんの弟、ナルさんです。ナルくん、はじめまして、コウちゃんだぞ。カイくん、お兄ちゃんやしナルくんのことちゃんと見てあげなあかんで。チョコマロさんもオリオさんのことちゃんと見てあげてくださいね。それぞれ家庭の事情ちゅうもんがあるからな。なんですかそれ。なんか珍しいもんが置いてあるで。ワンコのあんこさんです。かわいいパッケージやな。こちらの商品がパッケージに入ってるんやな。こちらの店長です。店長いらっしゃい。おすすめは何ですか。おすすめは10本セットのこちらの商品です。これですね。はい。ほな店長のおすすめ買っとこか。店長なんぼか負けてえな。ダメです。あかんの。この商品、パッケージがおしゃれなのでプレゼントにいいかもしれませんね。ほな、こちらの10本セットください。おおきに。視聴者さんからお声掛けいただきました。ミロさんです。ミロくん、こんにちは。はじめまして、ミロくん。こんにちは、社長。一緒に写真撮ろう。鬼山くん、写真撮るし準備して。もうチョコマロさんは人使いが荒いんですから。ミロくん大丈夫だじょ。チョコマロさんがワンワン言うからミロさん心配してます。なんやて。ごめんな。視聴者さんからお声掛けいただきました。はい、ぜひぜひ。こんにちは、本物のチョコマロです。コウちゃんも本物だじょ。ご紹介が遅れました。モカさんです。実はモカさん13歳で、今回ご長寿ザックスさんで表彰されました。モカちゃんおめでとう。いつまでも元気で。モカちゃんおめでとうだじょ。視聴者さんからお声掛けいただきました。チロリさんとマロリさんです。あ、チロリちゃん、マロリちゃんですね。チロリちゃん、マロリちゃん、いつもチョコマロチャンネル見てくれておきにな。視聴者さんにお会いできました。フーさんです。フーちゃんと僕は同じ滋賀県民やねんな。僕たちお家も近いことが今日分かりました。フーちゃん最近涼しいからお散歩行けてる。お散歩楽しい。フー、そうか、お散歩頑張ってるんやな。フーさんはご覧の通り車椅子を使って一生懸命お散歩を頑張られておられます。チョコマロさん。何？私、クーさんと暮らしたいのですが。クーちゃんを見守ってあげたいっちゅことやな。はい。なので私、細胞分裂して2体に分かれますね。なかなか出えへんで、この技。このままクーさんと帰りますね。チョコマロさん、お達者で。鬼山くん行ってしまいよったか。寂しいじょ。悲しむな、俺よ。鬼山くんが決めたことや。じょ。クーちゃんを頼んだで、鬼山くん。じゃあメイン会場に行くか。じゃあよろしくお願いします。拍手。動物保護団体ワンラブさんがステージで保護犬さんの話をしてるで。保健所収容であったり、ご病気、保護の経路が様々です。ワンちゃんがたくさん増えてしまった。新しいご保護犬と保護の経路が様々です。もう聞いてるだけで辛くなってくる。今の僕にできることはこの缶バッジを買うことしかできへんかった。虐待をされてしまった保護犬がいるんですね。その中でも殴ったり蹴ったり尻尾を掴んで壁に巻きつけたりと。元飼い主さんは犬って水を飲むかって言わはったんですね。なのでこの子は外飼いで、水たまりが外にあった桶に溜まった水を飲んで、気まぐれに与えられるご飯を食べて生活をしていたんですね。劇的ですね。人間と同様動物じゃないですか。水分ってね、本当に重要な栄養源だったりとかもしますし。あかん、聞いてられへん。さ
最後に皆さんにお伝えしたいことなど何かありますでしょうか。ワンちゃんを家族に迎える方法には様々ある中で、保護犬を迎える選択肢もあるんだよということを覚えていただけたら大変嬉しいです。ありがとうございました。もう一度大きな拍手をお送りください。大抽選会が始まったで。何か当たるかな。チョコマロさん、細胞分裂終了しました。もう一体の鬼山です。チョコマロさん、抽選会始まってますよ。起きてください。オレオさんも起きてくださいね。人が気持ちよく寝てるのにうっせんだよ。悪いオレオさんが出ましたね。鬼山くんも帰ってくるタイミングが悪いんやって。私歓迎されてないんですか。会社の方は、はい、ヤオハアワイさんです。結局抽選も外れましたね。まあこんなもんや。今回声かけてくれたワンちゃん、残念やけど会えなかったワンちゃん、ほんまおおきに。また次回どこかで会おうな。おーちゃんもありがとうだじょー。最後まで動画見てくれておおきにな。高評価チャンネル登録待ってるじょー。